啊，这已经到第十二张地图了啊，应该可以快速的解决这个关卡，应该说这个生化人篇呢可以快速的解决了。我还没中，而且善良版本的21号招式真的好少哦，怎么会这样子？只有两招需要消耗气力是不是？哦，开胃攻击，圈版的会消耗气力，有差吗？试试看。跟在空中有什么差别？哦，抱歉了，我只在四招而已，感觉没什么啊。纯粹投掷，怎么感觉这两个有点像啊？一个是前面，一个是后面。不要这样子好不好？哇，我在试招啊，大哥。算了，不让我试招就算了，解决你。换角色，暴气。啊，会死会死，只用这一招啦，没别招。哦，要死了 ！GG， 四招挂掉。好，把他们弄掉吧。哇，被挡下来了。欸，之后我突然觉得克林的头很大一颗吗？我的克林的头好大哦，我现在才发现。先发制人，好，被挡下来了。追追追追！抱歉啊。好，打完了，头目战结束。哎呦，这是哪里啊？悟空终于要现身了是吧？噔噔噔噔噔噔噔！哇，这些球是什么？培养皿吗？这些都是复制人培养皿啊。想干嘛？哦，这个是红领金军的这个遥控器。哦，我发现了，他先发现了这个。哦，哈，我们追来了。効果なしか？没用吗？まさかここまでついてくるなんてね。それが波動の発生装置なのね。这就是波动的产生装置。波動を発生。じゃあ、すべて这全部是我醒来之前他所做的事情。哦，原来是他启动的，就是邪恶21号所做的一些事情。他利用那个装置封印了地球上所有战士的气力量以及意识。我想他恐怕想趁战士无法动弹的时候猎死所有人吧。なるほどね。哇，这个计划。なかなか回りくどいことをする。ですが、この計画には大きなリスク。风险也很高。それは私と彼女。我和他也有气，所以也会被波动影响。自分も波動の影響を受けてしまうのです。哦，所以他自己也有可能被影响，就对了。だったらなぜそんなものを起動したんだ？自分の力。对啊，这样不是也会封印自己的力量吗？もちろん彼女もある程度はその覚悟をしていたでしょう。有所觉悟了这样。ですが。あの頃私の人格は眠っていて、表に出るほどの力はないと踏んでいた。ところが、然而在世界上引发波动，对他自身影响该超乎预期的吧？その結果、彼女が弱体化したことで、自己太虚弱，然后我觉醒了这样。そして、驚く彼女の隙を突き、抑え込むことに成功したのです。好，所以说那一瞬间他自己被削弱了，自己打开自己削弱自己。然后善良人格跑出来压抑了他。そこまで分かっていたのなら、さっさと自分で装置を探せばよかったのに。あんたのことだから、波動の高波動輸出来借此压住我吧。考えたんでしょ？それは、そんなに困らなくていいわよ。別に責める気はないもの。あんたが見つけられなかったおかげで、私は今、でも。これをそのままにするのはね。哇，他把破坏掉。私にとってはもう邪魔だし。真的破坏掉了。他干嘛？他把它吃掉。哦。ダメ。
他怎么吃的、啊？我想知道，用吞的吗？自己吃的还没讲说别让你吃，我没让你吃啊。飲み込みやがった。それが波動を発生しているんでしょう。そんなものを飲み込んだ。它不是会产生波动吗？吃下那种东西。心配してくれるの？ずいぶん優しいじゃない。けど、あの装置はあくまでコントローラー。飲み込んだ。哦，意思说吞下去，没有人可以把它关掉，是吧？これで出力のコントロールもできなくなったわけだけど。在他肚子里。哇，铁胃做的呢？要把它吞下去。根本不会消化吗？这样子。そんなに私に勝ちたいなら、捕食して力を。去猎食，增强力量不就好了？あんたみたいな偽善者にできるとも。伪善者应该做不到吧？あなたという人、さてと、せっかくあんたがここにいるんだし、ついでに始末しましょう。哦。克林，悟空来了！哇，在最后的时候现身呢。天战！哇，悟空也来了！悟空完全超级配角。哇，还有时间调情啊！你太慢了啦，笨蛋！悟空在干嘛、啊？孙悟空。俺がこいつを食い止めるから。カリン様の。凯里大人那边拿仙豆，为什么？ちょっと待ってろ。哇，那要开始睡衣了，好屌、啊！何がね？消えた。消失了。这是好像这只有悟空才会有的专有技能呢。我觉得好作弊哦，想去哪就去哪。悟空はすぐ戻ってくれ。それまでこいつをなんとかしないと。好快啊！もう戻ってきた。太快了吧！干，拿仙豆就饱啦。カリン様がもう準備しててくれてさ。早就准备好了。ほれ、な、これ食ってくれ。快吃快吃。よくも邪魔してくれたわね。居然敢妨碍我。おめが21号の分裂した。奇怪，为什么他知道啊？难道他有天眼啊？他看得到所有地球内的事情吗？他怎么一看就知道是分裂出来的坏人？どうしてそのこと？哎，对啊，你怎么知道这件事情？あれ、抱歉，我之后再解释。どうやら事情はすべて筒抜けみたいね。それに今のは瞬間移動。瞬间移动，真不愧是悟空。さすがは孫悟空。哇，开打啦！おめえもどうやらただもんじゃねえ。你也是，看来你的实力不可小看。最后是要用悟空来收尾就对了。Oh yeah。嗯？为什么？なんだ？不打吗？戦わねんか？ええ、私。把乐趣留到最后。まで取っておく趣味なのよね。是要干嘛？尤其是悟空。特に孫悟空。おへ。本当気持ち悪いや。你这个人真的很恶心，哈哈哈。あんまし変なもん。要是吃太多怪东西，会吃坏肚子。ご心配なく。瞬間移動ごちそうさま。瞬间移动我收下了。またね。哇，他也会哦？为什么他也会瞬间移动啊？那是因为他看着就会学了，是不是？有样学样，这样这么屌哦？あいつ、オラが思った。那家伙比我想象更危险。やべえやつだったな。まさか瞬間移動。对啊，看一次就会瞬间移动了。覚えちまった。ブーみたいなやつ。好像噗啊。よかった。それよりお前たちはどうしてここがわかった？21号が分裂したことを知っていたらしい。好像连21号分裂的事情都知道。ああ、神様の神殿で教えてもらった。神的神殿中听到的、真假的。ついでに今起こっていること、リンクのことも、21号のことも。哇，他们全都知道嘞。そうだ。那不用再讲一遍啦。クレリン、悪かったね。お、ああ。俺が十八号さんを助けようとした時のことですか。哦，那件事情呢？そのことならいいんですって。俺と戦うこと嫌がっていたでしょ。それにいつもと違う戦い方だったし、还手下留情もしてくれていたし、何か事情があるんだろうなってすぐに分かったから。まったく。さすがだね、あんたは。デンデに話を聞いてきたなら。大体のことは天天告诉你们的。
さっきのやつは相手をいろんなお菓子に変えて食っちゃうんでしょ。まるで魔人ブーみたいな能力じゃないか。もしかすると21号の開発過程で同じ。所以说我也会学习其他的能力，难怪21号技能那么少。然后那下面那个在战斗的时候，那下面那四格空白的，就是让我们来学技能的啊。もしそうだとしたら、あいつが地球のみんなを食っ。哎？ほらなんか変なこと言ったか？そうじゃなくて、まさか。你们愿意帮助我吗？もちろん。オラたちも。でも。安心しな、21号。他们不会那么容易死掉的。そう簡単に死ぬような奴らじゃないよ。あいつ、カメイにも好きがなかったし、まだまだ力隠してる感じだったよな。克林跟悟空的配音员根本是同一个人吧？都是鲁夫的配音员啊！一次配那么多人不会累吗？好辛苦啊！どうやらお前の心配は。原来我有朋友。皆さん。大家，友情的力量。啊，日本制作游戏或者制作动画惯有的这个套路，友情的力量。すみません、よろしくお願いします。啊，请多指教。クリリン、それでこれからどうするつもりだい？とりあえずまずは他のみんなのところに行こう。なんだ、お前たちだけじゃなかったのか？他有其他人。ベジータたちならブル、あいつらもきっと。ありがとうございます。哇，这么多人帮助。走吧。你真的是另一个二十一号，一模一样。21号とそっくりだよな。彼女は私の中で生まれたもう一つの存在ですから。体内诞生的另一个我。じゃあさ、あの悪いやつとおめ、你和他谁比较强？残念ながら、力は向こうが上ですね。他比较强。そっか、残念だな。全部終わったら、手汗。找你切磋一场，说。又想要战斗了？什么？だってよ、悪いやつとじゃなくて、いいやつとだったら楽しく戦えてろ。おめえと全力で戦えたら、すげえワクワクすんじゃねえか。あなた、本当に戦うこと。真的很喜欢战斗呢。哦，这是一个小小的日常啊。哦，面白いかな。也很有趣呀。あ、そうだ。悪いやつとおめえがもともと一つだっちゅうなら、おめえも戦ってるうちにあいつくれ強くなんじゃねえか。それはどうなんでしょう。その可能性はあると思いますが。やった！じゃあさ、これからたくさん戦って強くなってくるような。んで、悪いやつの方をやっつけたら、オラと手合わせしよう。え？え？いや、まずは手始めに、目の前のこいつらと戦おうぜ。好有趣哦，这个日常蛮有趣的。It's all or nothing. All or nothing. よし！これでどうです？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 うるうる告白。よし、接住这一刀。我、哦、抓到了。哦，你看各位，我刚才发现的。哎，别打我，别打我！啊，我要死掉了。刚刚用那个品味砍击啊，哦，品味砍击弄到之后，好像可以学习他的技能，但是我不知道怎么放，目前还不知道怎么放啊。应该是按圈吧，或者是按其他之类的。哦，纯粹投掷这个我都不会用。就是他的攻击模式蛮特别的，就是吸取别人的能力然后使用，但是我目前找不到使用的方法。好，然后我觉得我要死掉了，我觉得我要死掉了，我觉得我要死了，靠呗，二十一号挂了，然后连用都来不及用，算了，赶快把这场打完吧。哎，干嘛？干什么东西？行呢，行呢！哇，被打飞了！
哎哎哎，该死了！我被炸到屁股了，太夸张啦！要挟我还有两条血，尽快敲一敲把它敲掉。哇！先发制人，行嘞！基本上只打掉三分之一。接接接，碎哦！再来，啊，解决了，秒杀！哦，还好，悟空还是蛮强的。拜，被他挡下来了。啊啊！哎哎哎哎哎 ！Oh my god！你以为只有你会吗？完了完了，最后一集没啊没啊 ！KO， 好帅啊！结束了，我们21号挂掉了，没关系，结束了，结局要结局了吧？找出21号无法停止食欲的可怕力量提升。噔噔噔噔噔噔，他还在吃，他还在吃，吃好吃满，普普通通。果然复制人没办法满足我。味はいまいちだし。でも。闭嘴！闭嘴！那个女人，我想一定会顺势和18号还有悟空们一起行动。ただ。いくら味方の戦士が増えたって、それぞれの力には限界がある。だからあいつは自分をパワーアップさせる。想化自己只有一个方法。あの偽善者が那个未善者做得到猎食吗？所以说，他想要，他在疑问说，善良的21号会因为想要打败邪恶的21号，所以说去猎食吗？まあいいわ。反正想破头，答案也只有他自己知道。我只要吃很多很多，变得更强就好了。啊，很会吃，很会吃，这个吃货。情况不妙啦！本来应该到处都是复制人，他们的气都消失了，啊，就被吃光光了。下一次见面一定会变可怕的怪物，那就快点找到他啊！とりあえずこれまで通りクローンや敵を倒していくし、あいつがクローンを食べているなら、そうだな。今のところ確かな手がかり。比克终于登场了，他们登场了，这个章节登场的次数啊，还真的很少啊。面倒なやり方だ。そんなことをしなくても、今すぐもう一人の21号を倒せば済む話だ。そうしてけんど、あいつの力相当だ。クローンを倒すことはリンク率を打倒複製人同時也能提升連結率。皆さんの力を。这样应该能激发出大家的力量，叫我们要多打，对不对？とにかく。总之，我们只要继续打倒複製人就行了。その通りです。就是这样。それでもうまくいかないときは。如果这样就行不通的话，还是行不通的话，我就要把你们吃掉。何でもありません。哦，他是说如果行不通，他是要自爆，跟他同归于尽嘛？还是说要把大家都通通当成食物啊？さあ、この調子で頑張りましょう。感觉他有隐情哦。我觉得以剧情的走向，他可能会自爆、自杀，你懂吗？我是这么认为啦。哦，复制人佛利扎，你怎么这么的生气？お前フリーザに、ああ終わりだ。过去师傅杀了克林，あの人はクリリンさんの敵の杀害克林的复制人，报仇吗？肝心生きているから、そうですよね。クローンだろうと本物だろうと話が早い。クリリンさんの敵。为克林报仇，这样对吗？とにかく。天然呆呢？哇，把怨恨聚集在复制人身上了。Fighter， 赶快尽快把你解决掉。
太弱了，太弱了！啊！哇，好强啊！拜！手刀，手刀式推进。我在赶时间啊，快点快点，抓到了，哇，伤害超大的，哦，直接一招就掉了，哇，没中，哇哦 ！Oh my god！ No！ 换只，悟空救我！去吧！行呢。哎，干什么 ？KO， 已解决，把佛利萨干掉了。我们也差不多习惯这个连结了吧？当いつもの調子で。だが、いくらリンク率を上げたとしても、勝負を決するのはそれを超えたって。地球も無事じゃ済まないかも。強到連地球都毀滅了。だが、あいつを倒すとなると、できれば地球で。遠離地球戦闘是最好的。大丈夫だ。又要去借王神戒了。大丈夫貴様の考え。自分の胸に手を当てて。干笑死。全員随分な言いようだな。そのうちわかると思うけど。悟空有时候不太可靠。僕は肝心なところでヘマをするからね。そう言うなよ。全部わかった。ひとまずお前に任せるとしよう。好，他暂时不讲啊，大家都不相信他，笑死。那重新准备再出发，敢笑死了！我觉得他要非要借王神戒啊，不用讲了，绝对。